同級生です。日本体育大学4年生岡潤平。はい、岡選手、非常に鉄棒得意としてますので、はい、期待してほしいですね。去年この大会2位です。はい、NHK 杯18位のオールラウンダー。はい、彼も今大会から新進のコールマンを取り入れてますね。はい、大学生が次々と難しい技に挑んできます。はい、アドラーハーフ、はい、ちょっと止まりかかったが連続でコールマンが、はい、取った。いいですね。連続でいくとボーナス加点があります。はい、ここからカッシーナをやってくると思います。新進でコールマン、カッシーナ落ちた。やはり難しいカッシーナ。そうですね、やはりさすが G 難度の技カッシーナですね。はい、男子では最も難しい技 G、 そのカッシーナ、ここまで2人失敗。少しバーを取りに行くのが早くて、はい、失速してしまい、バーを取ることができなかったですね。そうですか。もう小林さん、本当に感覚的な 0.1 秒あるかないかの感覚のズレなんでしょうね。はい、そうですね、その感覚のズレが、後半いろいろズレてしまいますね。はい、これで岡、今日3人演技して2人目落下ということになりました。しかしここからしっかり演技してほしいですね。はい、シュタルダーリボワルクをひねり切りました。はい、アドラー1回ひねり、1回ひねりからコスミック、コスミック、はい、続けてきました。遠藤から、はい、体をひねって、はい、そしてここからまだ伸身とか地方を行います。取りました、はい、これは素晴らしいですね。はい、空中姿勢も非常に伸びて綺麗な伸身でした。はい、リバルコ持ち替えてホップターン、そして最後は伸身のルドルフで決めてきますね。しっかりと終わりました。はい、最後の着地は素晴らしかったですね。はい、伸身のルドルフ、綺麗に伸びた体で着地をしました岡潤平です。はい、しかしやはり難敵カッシーナですね。そうですね、やはりこの技を安定させるかどうかがこれからの課題になってくると思います。そうですね、コールマンに比べて体を伸ばすというのがついて技が上がるんですが、はい、どのあたりにその難しさが出てくるんですかね。伸身になるという。そうですね、やはり伸身になる分高さもいりますし、はい、回転力もいるので、バーを取りに行くのが余計に難しくなりますので。なるほど。はい、岡のスコアは伸身の新月面を最後きれいに決めましたが、カッシーナで落下がありました。 13.950 現在2位です。はい、